いいですね。すっとね、包丁が入るんですよ。はい、どうもー、コウケンテツです。はい、ということでですね、今回はですね、コウケンテツさんが絶対しないであろうレンジを使った絶品鶏チャーシューを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介いきます。素材だけいきますね。鶏もも肉、これね 300g から 330g ぐらいで、これね常温にしたものです。冷蔵庫からとろり出した、すぐのものであれば電子レンジに、30秒から40秒ぐらいかけてください。そうすると常温に戻りますね。あと唐辛子、輪切りの唐辛子、1本の唐辛子でも結構です。1本分ぐらい、これぐらいですね。はい、あとニンニクが1かけ、はい、潰したものです。はいはい、ということでですね、先ほどは嘘言ってすみませんでした。僕はコウケンテツさんではなく料理研究家のリュウジでした。騙された方大変申し訳ございませんでした。コウケンテツさん本当に申し訳ございませんでした。リスペクトしております。はい、まずですね、やっていきたいなっていうふうに思うんですけども、鶏もも肉ですね。はい、こいつをですね、ちょっとねこんな感じでですね刺していきます。はい、フォークで刺すことによって鶏にもも肉にですね火がねうまく通るようになるんでね。これできたらですね、ひっくり返してください。はい、リバースしていただいて、ここもですね刺していきます。でね、これね今別に、下何も引いてないんですけど、皆さんねなんか引いた方がいいです。すっごい傷つけますんでね、皮目に穴を開けるように。こういう保存容器収まり悪くても全然平気です。平たくね入れていただければ全然平気です。はい、こんな感じで、さっきね潰しておいたニンニクがあるんですけども、入れていきます。はい、で、なんだこれ、なんだっけ、なんだっけこれ、唐辛子。はい、唐辛子を入れていきます。調味料ドーンドーンドーンの、はい、ドーンですね。はい、ということでお醤油です。ならないんかい。大さじ2です。ね、大さじ2ですね。大さじ2ですね。ここにですねお砂糖ですね、大さじ1と、まあ、半分ですね。はい、ちょっとね甘めにしてますね、これね。ちょっとですねお肉を揉み込んで調味液をね、なじませていきます。熱も加えるので、その神経質にならなくてもいいんです。こんな感じでね、3分半ですね、多分。違った？はい、3分ですね。はい、ラップして3分です。取り出したのがこちらになります。はい、生っぽいところがあります。ひっくり返してください。はい、こんな感じでひっくり返してですね、だいたい1分半から2分。はいですね、ちょっとお肉が大きいので2分やります。じゃあグラスを入れてください。グラスじゃねえや、なんだ、氷を入れてください。氷にこのジョニーウォークを全部入れます。魂を注いでいきます。魂を抱いてくれ。はぁ、生きてる。コロナに負けない。今ねピッピ鳴ったんですが、ピッピちゃん5分待ってくださいね。このまま蓋開けずに5分ですよ。なんでこの5分やるかっていうと、鶏肉にこの時間を、使ってですね、じんわりね中まで火を通すんですよ。そうするとね鶏肉がまあ柔らかいんですわ。5分、放置が完了しましたので、はい、じゃあオープン。はい、ですね、もし余裕がある方はこのままね、つけておくと、さらにこのチャーシューの中に味が入りますので、一晩ぐらい置いといた方が中まで味が染みます。こんな感じでですね、カットしていきます。はい、すっとね包丁が入るんですよ。今回はねもも肉でやってるんですけども、胸肉でも大丈夫です。ただ胸肉はねちょっとね厚いので、時間を調整したりですね、あとは、もうちょっとね厚さを均等にするために開いたりしてくださいね。大体ね1センチから1センチ弱ぐらいの厚さで切っていくと非常に美味しいと思いますよ。お皿にねちょっとね持っていきたいと思います。中はね完璧に火通ってますよ、これね。これはですね、まだ出来たてなのでそこまでね、中にタレが染み込んでないので、タレをかけて、いただいてですね、小ネギですね、まあ、ちょっと、まあ、上にねパラパラパラっと。レンジ鶏チャーシューの完成です。はい、それでですね出来ましたので食べていきたいと思います。いただきます。いただきたいと思います。こうね、タレをねつけながらね、
ほんとうまいね。このタレはね、本当に美味しい。鶏肉のチャーシューって少しね甘めの方が美味しいんですよね。なので、砂糖ね大さじ1半っていう結構な量入れて甘めに仕上げてるんですけども、合いますねこれね。タレの味を染み込ませたら相当なうまさですよ。チンして、冷ましてる時にもう冷蔵庫入れちゃって3日ぐらい全然持つんでね、作り置きとしてももうこれ非常に優秀です。これ何分かかったと思います？10分から15分ぐらいですよ。電子レンジパネ、そのまま丼でもいけるし、おつまみでもいけますしね、ラーメンにのせたっていいですよ。本当に唐辛子とニンニクの香りも効いてですね、鶏臭さがねないです。ぜひやってほしいです。ヨキキ君に食べさせたやつなんですよ、コラボした時に。ヨキキ君も絶賛してたの、食べてください。慌てず5分ですね。慌てず5分小休憩を入れていきます。皆さんは好きなことやってください、ね、僕は好きなことやってます、はい、好きなことやってますので、皆さんも好きなことやってください、何でもいいですよ。パズドラやってもいいですよ。